こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本のステルス戦闘機技術もようやく開発段階までステージが変わってきた。エンジンやステルス性、またはレーダーなど新技術がようやく出揃ってきたといえる。新進でもいろんな機器のテストを兼ねて作られている。XF9Z エンジン、XF5 エンジンを搭載テストを繰り返した。ドッグファイトのテストはされていないにしても次につながる。テストだっただろう。今現在、日本主導での F3 戦闘機量産に向け、同盟国との協議も始まり、量産計画へ向けて協業先を選定している。ではなぜ日本だけではないのか。疑問が出てきた。今日は協業先を詳しく見ていきたい。2020年7月、防衛省が新型ステルス戦闘機 NGF 計画の開発スケジュール案を開示したことが明らかとなり、自国主導を唱える中で、協業先としての海外の航空関連企業の選定に注目が集まっている。そもそも NGF 計画とは、現在、航空自衛隊が運用中の F2 戦闘機を代替する新型戦闘機を開発するためのプロジェクトであり、現行の F2 戦闘機は2035年頃からの退役が想定されている状況にある。その F2 戦闘機も開発計画が始められた際には完全な自国産の戦闘機となるのかが注目されたが、当時のいわゆる第4世代戦闘機の時代にあっても、機関部を中心とした点などから、純国産には至らなかった。F2 戦闘機の外観を見てみれば明らかなように、その機体はアメリカの、当時はジェネラルダイナミクス社、現在はロッキード・マーチン社製で、同社の F-16 戦闘機をベースに開発されたものだ。こうした背景を政治的な圧力と断定する意見もあるようだが、機関部などを当時の日本が国産化できなかった技術的な課題とアメリカの航空企業への忖度との複合的な対応だったと見るべきだろう。この F2 戦闘機開発においても、日本側では自国主導の方向性を志向していたものの、各種電子機器類の情報を開示せず、ブラックボックス状態を堅持するアメリカ側にも苦戦を外された苦い経験を持つ。このことが今回の NGF 計画でも、日本主導を唱える上で非常に憂慮されている点だと言えるが、当時とは比較にならぬほど機体単体の性能ではなく、兵器システムの一部と戦闘機は化しているのが実情だ。それだけに、日本が自国主導の方針を掲げること自体が、すでに到底実現は可能であり、いわば絵に描いた餅の状態であるとの、揶揄、批判を受けることにも直結していると思われる。NGF 計画の開発スケジュール案によれば、令和6年度に試作機の製造を開始し、その後令和13年度には、
量産機の生産を開始、F2 戦闘機の退役が始まる令和17年度での実戦配備を進めるとされた。この概算のスケジュールにのっとり、日本側では三菱重工業、アメリカ側ではロッキード・マーチン社、ボーイング社、ノースロップ・グラマン社が協業先企業候補とされ、2020年中に最終決定する予定となっている。候補に名前の挙がっているアメリカ側の航空関連企業では、ロッキード・マーチン社が F-22 ラプター戦闘旗や F-35 ライトニングに戦闘機を手掛けている企業で、ステルス技術に長じると見られている。次のボーイング社は、第4世代戦闘機の代表ともいえるF-15 イーグル戦闘旗や FA-18 戦闘機を開発したことでよく知られる企業で、機体に用いる複合素材の分野に秀でていると指摘する声が多い。最後のノースロップ・グラマン社は、アメリカ軍の戦略爆撃機 B2 や B21 を有する企業だが、現在のアビオニクスに必須の各種センサーやレーダー類に優位性を持つとの評価がされているようだ。こうしたアメリカの航空関連企業を見れば、それぞれに長所、イニシアティブを持つ分野があると思えるが、やはり個人的には、第5世代戦闘機の実績を持つロッキード・マーチン社が有力に感じる。ただ繰り返しになるが、現行の F-35 ライトニング2戦闘機でも、ロッキード・マーチン社には、パートナー国として製造前から資金を供出したイタリアからも技術移転がないと不満の声が上がっているようだ。さらに、防衛省は、こうしたアメリカの航空関連企業以外では、イギリスの企業との機関部の開発での協業体制を視野に入れている模様で、世界的なエンジンサプライヤーロールス・ロイス社の名が見える。改めて、日本が NGF 計画で実現したい用途が何なのかを考えてみると、F2 戦闘機を代替するには、航続距離の長さが絶対であり、主力戦闘機の F-35 ライトニング2が、この点短いだけに必須となろう。並行して、敵のレーダー網に探知されない高度なステルス性能と、敵の射程距離外からの攻撃を可能とする長射程の空対空や空対艦、空対地の各種ミサイル兵装が譲れない点だと思われる。こうしたステルス性、長航続距離、長距離ミサイルに加え、今後の戦闘システムの基幹となると考えられる遊軍機、艦艇などとの相互でのリアルタイムネットワーク共有がポイントになるのだろう。余談だが、イージス・アショアの配備中止で課題となった敵ミサイルの迎撃手法に関しても、長射程の空対地ミサイルの実用化が一定の有効な対策となるのではないかとも思える。ただし、空対地ミサイルについては、敵地攻撃に該当するとして専守防衛の自衛隊の概念に馴染まない兵器との異論も出ており、まずは政治的に
こうした課題をクリアにする必要があるだろう。